OK、まあ、この1週間で、まあ、ハードにやってきたと思います。まずはサーブのマークもいろいろあったけど、まず自分のマークも負けた。ドーソンが20点取るんだったら、20点取られるように頑張る。いや、若さが10点取るんだったら、マークマン、こっちがマークマンで抑える。それやるだけで、80点から抑えられると思う。プレーオフだから簡単にスリーポイント決められたりとかするけど、so no、何が起こるか分かんないから、まあ、勝ってる試合っていうのはポジションがペースが速くなってポジションが速くするとやっぱ得点は伸びてくるから、でドーソンとコールマンのところに対してはやっていきましょう。ウィンドワンのワンバトル11、18じゃあ半からね。プレーオフだから何が起こるか分かんないから、まあ、プレーオフの時、まあ、何があるか分かんないんで、ピモシロセイ。これ NG、 NG、 これ NG、 そこだけモザイクに